はい、今、新門司港のね、フェリー乗り場に、着きましたんで、ターミナルなんかちょっと入ってきます。まだね、チケット買ってないんで、今からすぐに買おうと思います。この17時30分の泉大津行きに乗ります。旅客の乗船開始は16時30分のようですね。ターミナルの中こんな感じになってます。で、乗船口が4階のようですね。じゃあもう行きますか。はい、乗船口は4階で、さっきのが1階だったのか、だいぶ上がりましたね。船自体も7階建てなのかな、7階まで部屋があるらしいですよ。これじゃないのか。あ、こんな感じ。もう乗れるのかな。あ、もう乗れるんですかね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。これですね、響き新門司から泉大津。はい、トラックがすごい。はい、ここです。はい。じゃあ2つ目の階、7階になります。はい、テレビの裏に、あ、裏にエレベーターがあります。はい。上がってですね、あの左側の方にお願いします。あ、はい、わかりました。ちょっとまずは部屋に行って、荷物を下ろします。どうやら私は7階の部屋のようです。ああ、でもこれ見ると5、6、7階しかないですね。大浴場か。で、772。あ、こっちか。いや、綺麗でいい船内ですね。772、どこだ。77、あ、こっちか。こっちか。お、あった。部屋の中を紹介します。よいしょ、重いな扉が。はい、私今日予約したところはですね、デラックスシングルルームで、まあその普通のねシングルルームが空いてなかったんで、やむを得ずデラックスシングルを取ったんですけど、
今ね、こんな感じの室内ですね。ここ入り口があって、で、すぐ右に洗面ですね。で、この辺のハンドソープとか消毒液で、歯ブラシ。ちょっと放送聞きましょうか。独自の有効着眼予定でございます。ただいま7階展望浴室並びに露天風呂を開放いたしております。ご入浴の際にはお足元に十分ご注意くださいませ。ということみたいですね。なんで大浴場が7階にあるんですよね。ちなみにここ部屋7階なんですけど、あってそこ10時までやってると。で、確かここね、ホームページ見るとね、露天風呂があるんですよ外に風呂があるみたいなんで、その辺もね、撮影は難しいと思うんですけど、ちょっと行ってきます。で、部屋の紹介の途中でした ね、ここに、机ですねがあって、これは私の折りたたみの傘がありますけど、スリッパとか浴衣とかタオルかな、タオルがあって、この、ね、お湯が沸かせるようになってて、 Wi-Fi があるんですね。おお、素晴らしいですね。で、ベッド、まあシングルベッドですね。シングルベッドよりもやや小さい感じがしますけどね。まあ船内なんでね、まあいいでしょう。まあ少々小さくても移動しながら、まあ移動代とね、ホテル代が一緒になってるわけですからね。でもちろんコンセントもありと、あ、ここにもコンセントはある感じですね。で、テレビ、20型ぐらいなのかな。はい、まあこんな部屋です。もちろん空調もついてます。で、船内を、案内を見ると、影が、レストランが8時までか。で、朝は5時からやってるんですね。じゃあ入港前っていうのは、6時までですね。確か6時入港のはずです。で、売店もある、10時までやってる、お風呂も10時まで、まあ、大体10時までやってるんですね。で、シャワールームはいつもやってると。だからお風呂、まあ、朝行ってもいいんですね。4時半からやってるわけですね。なるほど、で、通過時間があるのか。おお、来島海峡大橋23時頃通過。この旅ではお世話になった橋ですね、来島海峡大橋。三連吊り橋でおなじみのところですね。はいはい、瀬戸大橋も渡りましたね。なんか今回結構瀬戸内にいたんで、なんかもうすでに懐かしいですね。2、3日前の話なんですけど。で、カラオケとかリラックスルームとかゲームコーナーもあるわけですね。なるほど。ちなみに航路がね、ここに乗ってるんですけどね、こういう航路ですね。瀬戸内海をずっと突っ切って大阪まで行くという航路になってます。はい、そしたら、まあ、準備して館内をちょっと案内します。よし、展望デッキ的なところに今出てきました。あ、雨が降ってる。あ、天気が、あ、でも晴れてるな。晴れてるけど雨が降ってますね。わあ、すごい。いや、すごい迫力だな。やっぱりフェリーはいいですね。高いな。
で今映ってるこっちが、海側ですね。要は瀬戸内側というか北九州空港のある方なんですけど、これ向こうの方にね橋がかかってるんですけど、まあちょっと見えにくいですね。この辺にあるんですけど、多分あの橋渡ってこっち側が北九州空港の方だと思うんですよね。だいぶモヤモヤになっちゃってるんで見えないですけど、晴れてたら見えるのかな。結構高くて怖いですね。ちょっと6階の方に行ってきますか。すごい船内ね、すごい綺麗なんですよね。おお、ここがレストランか。ああ広いですね。うん、綺麗ですね、広くて。でメニューが、ああ高いな。ビーフカツ1500円、なんかステーキ1250円、うん、ステーキ丼1250円、ああ皿うどん690円。これメニューなんですけど、お刺身とかあるんですね。料理長おすすめ料理350円って、これ気になりますよね。全くどんなカテゴリーかも分かんないですよね、これ。あ、朝食があるんだ。でこれがモーニングセット500円。で飲み物ですね。まあ普通ですね。あ、瓶ビールか。瓶ビールが510円。あ、生ビール600円。生ビール600円は結構高いんじゃないですか。私お酒あんま飲まないんでね、生ビール相場があんま分かってないんですけど。なんかこのソファーとかもすごい綺麗なんですよ、うん、向こうはもう客室なのかな。向こうの方はWi-Fi もちゃんとありますよ。1回のログインで30分しか使えないのか。で1日最大4回まで利用可能。1日っていうのは夜中の0時かな。レストランが5時半からで、今5時26分なんですけど、並んでましたね。もうずらっと並んでる感じで、皆さん早く食べたいんですかね。スタートダッシュがすごいですね。で6階から今度5階に降ります。はい、こんな感じでね、こうソファーが置いてあってくつろげるようになっている。
よし、ちょうど全体の案内図があったんで見てみましょう。この7階と6階と5階、この3フロアが多分あの乗客が自由に行き来できるフロアになってて、で7階に多分ね、ここが2つがロイヤルルームで一番高いところですね。でここがスイートなのかな。なんでこう窓がついてる部屋ってことですよね。外が見える部屋がスイートと。でこの真ん中のここの青いところがデラックスシングルで、私が泊まってるのがこの772なんですけど、なんで窓がなくて外が見えない部屋になってます。で大浴場があって男女、はい、で6階がこの黄色いところが、今度がこれもデラックスルームか。デラックスの洋室とデラックスの和洋室っていうところがあって、で窓がついてる。でここが何なんだ、これスタンダードルーム、ここ相部屋かな、これ広そうですもんね。スタンダードルームがあって、ここがこれ和室か、デラックス和室ですね。でさっきのレストランで5階が今いるところですけど、5階にも部屋があるのか。今度はここがデラックス洋室、多分これ窓がついてない、5階の部屋は窓がないのかな。でこれがなんだ、これはスタンダードシングルの、これ相部屋か。あ、ここもそうですね、ここスタンダード和室、ここスタンダードシングルで、これがこれもスタンダードシングルですね、のお部屋ということになるようです。多分個室じゃないと思うんですよね。多分1から10なんで、多分10人の部屋ってことなんでしょうね。はい、そんな感じになってます。あのこれでね、こう色分けがしてある判例がついてるんで、これを見て喋ってました。6階に展望ルームがあるのか、後で行きます。でなんかフェリーにはつきもののゲームセンターですよね。はい、こういうところがあって、商品入れがあるみたいですね。お、パンが売ってます。いや美味しそうだな。いやこの誘惑がすごいな。でお土産が売ってるところですね、売店ですね。まあ、なんか軽食なら売店にありそうなんで、レストラン行かなくてもね、多分軽くなら食べれると思います。じゃあ6階のちょっと展望室に行ってみます。もう給湯室があるみたいなんで、お湯、多分お湯はここで調達できそうですね。ここが展望ルーム、10時までしか使えない。20時、8時までございます。どうぞ、お帰りください。
展望室ちょっと、人がいてね、あんまりペラペラ喋れなかったんですけど、なんかめちゃ雰囲気が良くてあそこは入り浸っちゃいますね。すごい静かで、ね、暗くなってて、すごいいいとこでした。でちょっと出港したみたいなんで、外に出てみます。新門司港を、出発しました。今映ってるあそこが、ボーディングブリッジだったんですけど、まあ、あそこにターミナルがあってあそこから、乗り込んで今、まあ、岸を離れて、もう港を出るところですね。隣に止まってた船です。だいぶ、雨がね強くなってきちゃったんで、部屋に戻ろうと思います。もう部屋戻って、もうとりあえず早く寝て明日また大阪に近づいた頃に、撮影しようかなと思ってます。あ、お風呂行こうかな。お風呂の感想でもお伝えします。今ねお風呂から出てきたところなんですけど、いやお風呂広くてよかったですよ。内風呂と、ね、外風呂と両方あって、まあ、外風呂って、まあ、露天風呂なんですけどね、あの海が見える。で内風呂がね、まあ、広かったんで、まあ、10人は入れるのかな一度に。だそれ以上入るとちょっと気を使うレベルなのかなっていう感想ですね。うん、私入った時はね2人しかいなかったんで、まあ、広々とね伸び伸びと疲れたんですけど、まあ、ロッカーの数が30ぐらいだったかな、そのぐらいはあるんで、結構大きいお風呂を想像してもらっていいと思います。でね、外風呂、これ楽しみだったんですけど、外風呂がね、良かったんですよ。寒いんですけどね、風がビュービューなんでね、もう潮風浴びまくれるんですよ。まあ、外風呂すごい気持ちよくて、まあこう、なんだろう、こう壁がね、ちゃんとこうあって、まあ、透明なこう壁がついてるんで外がちゃんと海は見えるんですけど、ただまあ潮風がね当たってるんであんまりその透明なところが綺麗になってなくて汚れてたんであんまりはっきりとはね見えなかったんですけど、ただまあこうやって覗けばね、それは対岸の明かりとかが見えましたよ。あれ昼間の方が綺麗かもしれないですね。すごいおすすめです。この船の外風呂、露天風呂はね、おすすめできますんで、ぜひちょっとこの船に乗ってほしいですね。でもお風呂はそんな感じでした。あ、ただね、ここはバスタオルがないんですよ。で、部屋にハンドタオルが1枚だけあって、で、それで体を全部拭かないといけなかったですね。で、バスタオルが使いたい人は売店で買う、というふうに言われました。ただスイートルーム以上はバスタオルついてるんで、ロイヤルとスイートかな、この2つに泊まる場合はバスタオルが使えるということです。おはようございます。翌朝になりましたね。今ね5時20分ぐらいで、6時に、泉大津かな、大阪の泉大津の港に着きますんで、あと、まあ、40分ぐらいしかないんですけど、ちょっと朝のね船内の様子でも見てきます。
ます。今神戸沖をね、船が進んでるんで、多分対岸の明かりは多分神戸かな。ちょっと6階の展望室にも、行ってみようと思います。まだ暗くて何も見えないかな。今ここにいるんですよね。ああ、なんでもう神戸は過ぎちゃってましたね。この辺でしたね、さっきの。どちらかというと大阪の街の明かりでしたね、さっきのは。進行方向を向いてます。正面がやっぱ大阪の街ですね。これはが来ましたね。雨は止んでるっぽいですけどね。はい、朝の時間帯だけ焼きたてパンが売ってて、あのあんパンを買いましたんで、よし、あんパン部屋で食べます。多分もうあんパン食べたらね、多分船降りなきゃいけない時間になると思うんで、よし、もうゆっくりできないですけど朝食にします。今あの泉大津の港に着いたみたいで、下船の案内が今流れてるところです。まあ5階に、まあ、船降りる人は5階に集まってくれってね、放送流れてますんで、私も行きますか。いや、違います。風強いんだ。強風だな。はい、大阪です。はい、これが乗ってきたやつですね。ああ、光っちゃってるな。ありがとうございます。あ、こっち。はい、めっちゃ風強いです。今フェリーターミナルかな、ここに来たんですけど、下降ります。
3階から出てきて、今1階に戻ってます。わあ、嵐だな、これか。このバスですね。乗りますか。はい、で、こんな感じでフェリーの動画は終わりにしますんで、まあ、新幹線より時間はあるんですけど、まあ、安いんでね、まあ、時間ある方はぜひ、新大阪から九州までこれに乗ってみてください。はい、あの船内非常に綺麗でね、すごい快適でしたよ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。